トニーズは、1960年代後半に活動した、日本の音楽グループ。1964年に松竹大船撮影所に、おいて、三上真一郎と、新人俳優の荒木健太、栗原義明、秋元栄二郎、杉本哲昌をメンバーとした、バンド、ザ・ダイヤモンズとして結成されたのがその始まりである。一時、田村正和や竹脇無賀なども参加した。に、 三上を抜いた四人は、トニーズと、改名。1966年、ビクターレコードより、吉永さゆりとトニーズとして、勇気あるものをリリースする。当時は、オリコンチャート開始前であったが、ミリオンセラーとなったとする資料もある。B 面の、海に泣いてるは、トニーズのみの歌である。なお、このページ最下部の NHK 紅白歌合戦出演者一覧には、当日、 吉永さゆりの応援出演したことにより、トニーズの名前が記載されている。松竹映画大社後ホリプロと契約、1966年のデビュー作、勇気あるものは、ビクターレコード、ヒットショーなど数々の賞を受ける。トニーズは、その後日本テレビ系列で放送された、吉永さゆり賞にレギュラー出演、数々のヒット曲を歌う。また当時の人気テレビ番組、 ロッテカのアルバム、夜のヒットスタジオ、ヤング720などにも多数出演、その人気を高めていった。演奏曲目やスタイルは、完全にグループサウンズであったにもかかわらず、デビュー作品が、フォークソングイメージだったため、このバンドとしてのカテゴライズが、中途半端であったことは否めない。初の単独シングル、愛のペンダント、再び、吉永と歌った、愛の世界もヒットしたが、 それ以降は、ヒットに恵まれなかった。1969年には、芝浩治を加え、ザ・リバティーズと改名して、渚に消えた恋。1970年には、ファイブジャックスと改名して、巡り合うのが遅すぎた。1971年には、新白健とブルーシャンデリーと改名して、最果ての女を歌うが、いずれもヒットせず、日本での活動を終えた。その後は命に服して、 アメリカ合衆国のハワイ州で活動し、1975年に、夜の虹、なぜをリリース。またハワイでは、日本デビュー前のサンディーと組んで活動したこともあり、サンディーのハワイでのデビュー曲、ペルシャ猫コは、恋泥棒は、トニー・アラキの作曲である。またトニー・アラキは2013年に、自身の CD、赤い霊、ラナイへ出て、コーヒーの、およ、小さな幸せをリリース。 アラモアナシ白木屋にて発売、ラジオ系図などに多数出演している。さらに荒木は2019年から2020年、真珠湾攻撃時のハワイローカルの若者たちを題材にした小説、ホノルル1941をハワイの日経紙、ハワイ放置新聞に159回にわたって連載し、好評を博した。ありがとうございます。